1999年9月、セリカは7代目へとフルチェンジを果たした。トヨタを代表する伝統的スペシャルティカーに与えられた今回のテーマはスポーツスペシャルティの復権、つまり原点に立ち返り、斬新なスタイル、軽快な走りを追求したのである。エクステリアはキャルティ、つまりトヨタのカリフォルニアデザインセンターの手によるものだが、そのフォルムは今までのどんな車にも似ていない個性的なものである。ボディサイズは全長4335mm、全幅1735mm、全高1305mm、 旧型に比べて大幅に短く狭く大胆なウェッジシェイプ。ディテールに関してもヘッドライトは縦長の三角形、リアコンビランプは縦長のほぼ長方形と非常にユニークだ。インテリアはクロスオーバーコクピットと呼ぶレイアウトを採用、運転席と助手席スペースを均等にし、前列重視を明確にした。一方パワートレインは従来の WRC ベース車だった時代からは完全に脱却、駆動方式は FF のみでエンジンも自然吸気だけとなった。グレードは SS1 と SS2 の2種類があり、どちらも 1.8 リットルの直四 DOHC エンジンを搭載するが、そのスペックが異なる。 SS1 のエンジンは VVTI 可変バルブタイミング機構付きで145馬力を発生、一方の SS2 のエンジンは可変バルブタイミングにリフト機構を加えた VVTLI を組み合わせて190馬力を発揮した。 SS2 ではマニュアルミッションが6速になり、フロントサスがスーパーストラットとなることも相違点だ。 WRC から解き放たれたことでセリカは肩の力が抜け、本来の魅力を取り戻したように思える。今見てもそのスタイリッシュさに目を奪われる一台である。